米大リーグエンゼルスロッキーズ7月27日日本時間28日アナハイムエンゼルスタジアムエンゼルスの大谷翔平投手がロッキーズ戦に2番 DH で先発出場し5回の第3打席に2試合ぶりの36号にランを放ったロッキーズの10点リードと一方的な試合展開となっていたものの スーパースターのド派手な一発にエンゼルスタジアムは一気にお祭り騒ぎに。日本のファンからも、これは MVP ですわ、一発で満足させる男と、喝采が送られた。第1打席は痛烈なファーストライナー。無視一二塁のチャンスだった第2打席は、空振り三振に倒れていたこの日の大谷翔平。 二死三塁で迎えた第三打席も二球で追い込まれたが、自打球を太もも付近に当てながらもファールで粘って迎えた六球目だった。ど真ん中に入った、失投気味の変化球を完璧に捉えると、打った瞬間に実況も文句ない。と絶叫する36号二ラン。打球発速度は110。4マイル。 177。7回1失点で5勝目を挙げた、翌日の特大の一発と、東打双方での規格外の活躍がいよいよ止まらなく、なってきた。大谷翔平の特大弾を見事にキャッチ。ラッキーボーイに、祝福の声続々、めっちゃ嬉しそう。これは自慢できるエンゼルスの大谷翔平投手が、2番、DH で、 先発出場し。5回の第3打席に、両、リーグトップの36号にラインを放った。現地の中継映像は、ホームランボールをキャッチした、幸運な少年に注目。日本のファンからも、よかったなあ、めっちゃ嬉しそうと祝福の声が、相次いでいる。2打席凡退の後に迎えた第3打席。 大谷翔平は西三塁から、ロッキーズの先発サワン、ゴンバーのットを、ジャストミート。完璧に捉えた打球は463フィート14、141メートル、もの、飛距離を記録し、本人も打った瞬間に、信あ歩きを披露する超特大の一発取った。宇宙間、スタンド中段に飛び込んだ、大谷翔平のホームランボールは、 エンゼルスのキャップをかぶった少年がグラブを伸ばして華麗にダイレクトキャッチ。その勢いのまま喜びのあまり近くにいた観客とハイタッチを交わし。さらに中継映像にも登場した。誇らしげにボールを掲げるラッキーボーイの姿に。日本のファンからも良かったなあ、おめでとう。少年、めっちゃ嬉しそう。 ドヤ顔そう、これは自慢できると祝福の声が殺到。さらに、欲しいいいいい、現地行きてえといった、戦望のコメントも続出した。5回時点で、ロッキーズを相手に10点ビハインドと、敗戦ムードに包まれていた地元ファンのフラストレーションを一撃で吹き飛ばした大谷翔平。アベマの中継で実況を務めた。 上野智弘アナも、集まってくれたファンを繋ぎ止める一発、点差が離れていても、大谷翔平のホームランに、ファンは酔いしれますと、その存在の大きさを改めて称えていた。次のオーディオビデオでお会いしましょう。